君たち、このところぐんぐん育ってるな。大きな大根になってくれよ。それから、イファは君を場所ばかり取っていると言うけど、僕からしたら君は立派な木だ。そうだろ？よう、オロロン、元気か？おかんびおじさん、元気だよ、おじさんは。相変わらずさ、また野菜たちに名前をつけてやってたのか。いや、ただの世間話だよ。それは面白い。で、野菜たちはなんて？もうすぐおじさんが来るって。あと、野菜と果物を持たせてあげてねとも言われた。それはそれは、またうまいもんをくれるのか。ああ、そうだ。昨日イファに会ったんだが、あいつの預かってたチャスカの竜が、お前の大根畑を荒らしちまったそうじゃないか。イファと喧嘩してないだろうな。してないよ。でもどんな手段を使ってでも、イファには謝ってもらうけど。おじさんの分はもう包んであるよ。どうぞ。本当に俺が来るって分かったのか？そりゃすごいな。明煙を灯すと、幻影の中に道が見えるというから。じゃあ、最近突然出てきたあいつらも見たか？突然？いや、見ていない。ファデュイが来たんだ。お偉いさんらしき奴は、見るからにすごいオーラを放ってた。手下はそう多くないが、精鋭兵ばかりらしい。人探しをしてたみたいだったが、誰も話しかける勇気がなくてな。見かけたら、気をつけろよ。名園の主の者のようだな。なぜこんなところに一人で暮らす？離れた場所で静かに暮らすのが好きだ。君がファデュイのお偉いさんか？そう表現しても間違いではないな。人を探しているのだ。お前も耳にしたことがあるかもしれん。シトラリという人物だ。ばあちゃん？よそ者が一体なぜ？ああ、聞いたことはある。彼女に何か用か？情報を隠そうとしているな。お前に聞いても仕方がなさそうだ。教えてくれる気はないのだろう？見透かされている。こうも簡単に諦めるのか。待て、シトラリを探している理由を教えてくれ。それは言えんな。自分のやり方で探させてもらう。一体なぜ？まさかファデュイとばあちゃんの間に何か関わりでもあるのか？何か企んでいるのかもしれない。ついていって確かめないと。地脈の観察と探査をしながらばあちゃんの情報を集めているようだ。でもナタを信仰する意図はなさそうだな。何も好転の兆しが見えない。エンジンは約束を守らなかったということだな。大将様。ん？大した脅威ではない。気にするな。僕がつけてきたのに気づきながら、眼中にもないのか。あいつがとてつもなく強いということはわかる。でも何か常軌を逸した部分があるような。言葉では表せないが、ある種の共感さえ覚える。どうした？
すみません。急にめまいが。血脈が乱れたせいで、外にいてはいけないものが、いまだうろついているらしいな。待て、なぜ名炎の主の不術を。しかも溢れ出した魂を血脈に送り返した。至難とも言える技をいとも簡単に。ばあちゃんを探している理由とも何か関係があるのか。だいぶ良くなりました。ありがとうございます。気にするな。引き続き情報を集めろ。常に警戒を怠るな。アビスはいつ襲ってくるかわからんからな。異常に気づいたら演習の通りに戦えが、勝敗にこだわってはならない。情報伝達が優先だ。はっ。ファデュイもアビスの力と戦っている。一体なぜ。もしかして最初から悪巧みなんてなかったのか。あれからずっと後をつけてるけど、あいつら僕のことなんてまるで眼中にない。大した自信だな。部下からは隊長と呼ばれているようだが、聞いたことのない名前だ。ここは競技場の近くだが、今日は一体何をするつもりだ。二人は俺についてこい。残りの者は計画通り待機だ。各隊に知らせろ。もし俺が目的を果たせなかったらすぐに撤退だ。はっ。競技場に入るのか。でも中にはエンジン様が。待てよ、まさかエンジン様に会いに来たのか。隊長様、無礼を承知でもう一度確認させてください。本当に計画を実行されるのですか。傍観は終わりだ。そろそろバトンを渡してもらわねばな。ナタに残された時間はそう長くない。かしこまりました。ためらいもなく競技場へ入っていった。一体何をするつもりだ。互角だ。このままでは勝負なんてつきそうもない。まだ戦い続けるつもりか。これは血脈の近くでも同じ気配がした。微弱だが魂が溢れ出している気配だ。だがどこから。ちゃんを探していたのはそのためか。あいつが死んだら手がかりが途絶えてしまう。止めないと。まさかあのような目くらましが本当に役立つとはな。どれだけ濃い霧だろうと、太陽が存在する限り昼が夜になることはない。あの方はできないのではなく、する気がなかっただけだろう。君に残された時間はもう長くないぞ。その上怪我まで負った。次はどう打って出るつもりだ。お前の価値をもう一度検討すべきかもしれないな。ここから何かを聞いたのだろう。無理するな。エンジンと張り合えたのは君が初めてだ。やれやれ、
手を出すには最悪のタイミングだと思わなかったのか。後をつけられていることはとっくに分かっていただろう。なぜ手を打たなかった？森の中を歩いていると野獣に遭遇することがある。がどんな奴にも飛びかかってくる勇気があるわけではない。だがその野獣に君は助けられた。何が欲しい？何かが欲しくて助けたわけではない。僕の魂は人よりも敏感だから、血脈が弱っているのはひしひしとわかる。エンジン様がどんな対策を取っているのか知らないが、本当にナタを救えるのか。君がエンジン様に突きつけた問いは、そんな僕の心の声を代弁していたように感じた。だから君を助けるべきだと思った。ふん。なるほど。隠し事が得意なだけではないらしい。だが自分がどれほど無謀なことをしたかわかるか？わかっている。もう後戻りはできない。君を助けたことで僕は窮地に立たされている。競技場で公然とエンジンに挑んだ君を得意の術で助けた。エンジン様は名演の主の不術だと一目でお分かりになっただろう。僕は君と同じ船に乗ってしまったんだ。俺の意見を聞くつもりは毛頭ないようだな。今さらそんなことを言ったって手遅れだ。ことの発端から教えてくれ。なぜシトラリを探している？彼女と知り合いなのか？その前に、お前は誰だ？あの時の反応からして彼女を知っているな。シトラリは僕の家族で師でもある。先ほどの武術も彼女が教えてくれたものだ。だから僕は彼女を守る責任がある。ほう。彼女を守りたいなら俺がエンジンの手で死んだ方が都合が良かったのではないのか？だがお前はそうしなかった。もっと分かりやすい説明が必要か？僕はナタの現状を変えたいと思っている。自分の手で何か成し遂げたいんだ。君は相当な変わり者に見えるが、僕に道を示してくれそうな気もする。変わり者か？ふん。名演の主に伝説のグラスバーバがいるということは誰もが知っている。大霊との意思疎通に最も長けた人物だとな。そして大霊は八神の国に関する多くの知識を持っている。大霊？八神の国？なぜ八神の国の知識が必要なんだ？お前の知るべき範疇かどうか判断しかねる。僕に命を助けられたことを忘れるな。ファデュイが恩知らずな輩だとしたら。人は嘘をつくが魂は違う。僕が感じ取った限り、君の魂はずっしりしていてまっすぐだ。お前は確かに名演の主のものだ。性急に結論を出してしまったことを詫びよう。思っていたより有能なようだな。では行こう。お前が計画に参加するに足る器であるかどうか見せてみろ。そんな方法があるとは。試してみる価値はある。ああ、
ズタズタになった地脈を網を編む方法で守るのではなく、もっと根源から解決する方法、地脈の再構築か。うわぁ、旅人、パイモン、大丈夫？ちょっとクラクラするけど大丈夫だぞ。平気平気。でも、激おこよ。ふん。あの子ったら、やっぱり昔のことを負い目みたいに思ってるのね。みんなに助けられて生きてきたからって、恩返ししなきゃとか思ってるんでしょ？それはただの独りよがりだって言うのよ。ほんと意固地なんだから。そんなくだらない思い込みで、私のことまで避け続けて、羽が生え揃ったからって、好き勝手できるとでも思ってるのかしら。そんな風に育てた覚えなんてないわ。二度とあんな真似させないから。二人とも頑固なところはさすが家族って感じだな。それ褒めてるつもり？頑固さで言えば、あの子は私の足元にも及ばないけどね。話を戻すけど、さっき聞いちゃったあれ、とんでもない話ね。ああ、隊長のやつ、地脈を再構築するとか言ってたぞ。本気なのか？でも、再構築って一体どういう意味だ？運命の食器みたいなものか？それで本当にアビスの問題を解決できるのかな？運命の食器？説明するのはちょっと難しいけど、カーンルイヤの装置なんだ。不思議な力があるらしいぞ。とにかく、地脈がいじられたら、ナタのみんなが影響を受けるだろ？それって、すごく大変なことなんじゃないか？つまり、隊長は最初から最後まで、嘘はついてないってことね。オロルンの記憶もそれを証明してる。なんで隊長はそこまでしてナタを救おうとしてくれてるんだ？とりあえず、マービカに知らせないとだな。うん。一刻も早くね。